ゲオルギー・アレクサンドロビチ・ヤルツェフは、現ロシア・コストロマ州、ニコリス・コーエ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、FW1948 年、現ロシアのコストロマ州の、小さな村ニコリス・コーエで生まれた。FC テクマシュコトスロマのアカデミー出身。1965年、FC テクマシュコトスロマでキャリアを始め、 1970年に PFC チェスカモスクワへ移籍したが、チェスカモスクワでは、怪我をしたために一試合の出場に止まった。1975年、スークラブを渡り歩き、FC スパルタクコストロマへの移籍を果たすと主力として、活躍し、1977年に FC スパルタク、モスクワへ移籍を果たす。1978年にはソビエト、 連邦サッカーリーグにて19ゴールを挙げ得点王に輝いた。1982年 FC モスコビッチにて現役から引退をした。1984年クラスナヤプレスニアでオレグ・ロマンツェフのアシスタントコーチとして働いた。1994年にはロマンツェフが指揮を取る FC スパルタク・モスクワにアシスタントコーチとして招かれた。 1996年には、スパルタクの監督を務めロシアプレミアリーグで優勝を成し遂げ、自身は最優秀監督に選出された。2003年からはロシア代表監督に就任して、2005年まで指揮を取った。2004年10月13日、2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のポルトガル代表戦では7-1の大敗を経験。 ヤルゼフは6点取られた時に、ベンチから退いた。後に、この大敗は100年に一度の出来事だとし、説明はできないと語っている。2005年3月30日、エストニア代表との試合は1の1の引き分けに終わり、その試合を最後に、ロシア代表監督を辞任した。ありがとうございます。